皆さんこんにちは。長男のあやとです。次男のはやとです。三男のよしです。佐藤さん兄弟です。トントンダンゴはい、しっかり来たわしっくりしっくり、やっぱり恥ずかしいわ、恥ずかしい。でもさ、でもあれなんですよ、周りからこのトントンダンゴ意外と反響良くて。そうだ、ね、だからこれにしなきゃダメなんだよこれいいな、あれ周りの言ってくださってる方々からトントンダンゴってされますね、友達からとか。これでいいでしょ、これで。いや、決まりよ。もうちょっと寝よ、俺はもうちょい考えたいけど今日は、4回目の YouTube ということで、前回撮った3本もね、かなり反響いただきまして、皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、ついに僕たち3兄弟のチャンネル名が決まりました。イエーイ。どういうんだろうね、どういうんだろう。チャンネル名を発表します。チャンネル名は佐藤3兄弟チャンネルです。イエーイ。前と同じじゃん、これ。今までと変わらないけど、うん、やっぱりこうやってシンプルな名前なことによって、みんなにやっぱ名前を覚えてもらえるっていうことがね、大切だと思ったので、うん、この名前にしました、うん。じゃあ今日の企画はなんとペヤング、ペタマックス3人なら完食できるはず。イエーイ。どうすか、食べきれます？いやでもね、まだ実際実物を見たことないから、うん、想像つかない。いやでも、俺はめちゃくちゃ自信ある、実際。まあでも一番、ね、食べるの好きだからだろでも正直俺なら3人なら完食できんじゃないかなって思ってるけど。そうだね、うん、だって、まあ、余裕でしょ。だって俺めっちゃ腹減らせてきたもん、このために。でも3人このために何にも食べてないっていうということで挑戦していきましょう。せーの、レッツゴー。来た来た来た。おお、でっかーこれ見てください、これペタマックス。え、これちょっとちょっとでかでか、人が食べる量じゃないんじゃないの。カロリー見てみて、4184キロカロリー。絶対に一人で食べないでくださいって書いてあるの、これ。あ、これが通常の、きたきた、実際の大きさ。まずはこれですよ通常。ちょっとこっち立っててもらって、わかりますか、このサイズ感。これ見てから、これ見たら、こんなんおやつですよ、もうおやつじゃあ、食べていきましょう。はい、はい、ということで、開封していきたいと思います。中身はどんな感じなんでしょうかね、気になりますね、これは。よし、じゃあ開けてみます。だってまず箱に入ってんだもん、やっぱ重いんだよなんか、めちゃくちゃ重い。お、重量がすごい。わ、すげえ。開けてこう。ちょっと待って、開けすぎないよ、開けすぎないよ、開けすぎないよ。うわ、こんな中身になってんの、これ。熱い。待って待って、これってさ、まずさ、お湯どんだけ必要なの、これお湯、お湯見てみよう。待って、これやばい。 2.2 リットル2.2 リットル2.2 リットル。これさ、沸かすのも大変だね、食べるのに大変。普通のポットって大体1リットルじゃん、うん、もうそれじゃ入れられないってことですよ、もうこのペタマックス食べれないです、ね、それ2つ準備してこう入れないとすごいね、半端じゃないです、ね、お湯沸かすのも一苦労だよ、こんなの。ではじゃあお湯入れてきますか。はい、ではお湯入れてきます。ここで事件が起きました。次男やらかしました。やらかしました、すいません。なんかペタマックスって結構中に大きいから、そう、奥まで入ってるから見えなかった。火薬とかが入り込んじゃってるんですよ、こういう細かいのが。それを取ろうとしたら湯切りしないといけない。見てください、これ失敗これ湯切りできる。ただでさえ 2.2 リットル入れて湯切りしなきゃないのに、絶対こぼれるでしょ、これ。うわ、やりましたね。まあ頑張って。じゃあ次男、湯切り担当。すいません、僕が責任を持って湯切りしたいと思いますそれでは火薬入れてきます。じゃあよし、押さえててくれ、蓋。ペローンまあ入れやすいからいいじゃん。まあそこは良かったね、入れやすくなった。ちょっと満遍なく満遍なく、なんか楽しいねすごい。よし、はい、ポット2つじゃあ、おー、この量使って実際考えられない。これはやばいぞ、すごい、す
ごい水の量、湯気がすごい。もしこれちょうどいいんじゃないですか、はい、いい感じですね。じゃあ、うわ早く責任持って入れてください。はい、じゃあまずこの状態で3分です。あ、3分ですね。じゃあ、はい、これで3分待っていきたいと思います。じゃあ次男くんが押さえておいてください。責任持って確かに、うん、この状態で3分待ちます。はい、はい、はい、じゃあ早速3分に待ったので運んでいきたいと思います。雪入りしてこよう、はい、これ一人じゃ無理だから。いや待って、俺まず一人で持ってみる。ちょっとマジでこぼさないで、本当に頼むよ。うおー、ちょっと待って待って、やばい、これ一人で運べないよ多分。じゃあ3人で行こう。3人で3人で行きます。3人で共同作業よっし、行きたいと思います。せーの、よいしょ。重っ。ちょっと傾けないで、本当に俺の手にかかったら嫌だから、ね、本当人来るだろうな、これ。順調です。順調にいきます。おー、よしとしちゃおう。よしとしちゃおう。どすこい、どすこい、どすこい。何がどすこいなんですね。皆さんも湯切りでしっかりあの火傷しないように気をつけてください。これ危ないのでよし、はい、じゃあ早速、うん、開けていきたいと思います。行きましょう。ソースを絡めていきましょう。ちょっと開けてよ。おお、なんかさ、麺に水分が含んでなおさらかさ増ししてるのこれ。これはすごいね、ほんとに出れるかな。これはやばいぞ。今日はこの菜箸を使って、皿に取り分けて食べていきたいと思います。まず絡めよう。ソース、ソース、ソース、もうこのまま食べる。大量のソースを入れていきます。じゃあ、まんべんなく、ほらー。じゃあ俺もトラよしとしちょお願いします。よしとしちょお願いします。任せてください。やば。何がやばいの。なんかその自分が今まで経験してきたカップ焼きそばの混ぜてる感じを想像してたから重い、重いし、なんかすごい。じゃあ選手交代。うわ、もうこれやっぱりやばいね、これ。俺も混ぜたい。混ぜたい。混ぜすぎたら切れるからね。混ぜる、ね、独特だな。いらっしゃいませ焼きそばいかがですかって感じですかね。早速、食べてきますか、早速。はい、はい、食べていきましょう。よし、はい、はい、はい。ってことで、いただいていきましょう。せーの、いただきます。はい、じゃあみんなで、じゃああのね、俺が配ってあげる。やったー。早く早く、はい、多分そんなね、早く早くって言ってるのも今のうちだからね。絶対でも余裕でしょ。余裕なんだって。どうせなら伸びる前にこうしっかり美味しい状態で食べたいよね、うん、もう多くとんなよ、お前だけ。バレた。大好き大好き。じゃあ食べていきましょう。いただきます。いただきます。これいつも通りだもん。大一口目。うん、おいしい。うまい。やっぱこの味だわ。やっぱこのシンプルな味がうまいよね。やっぱね。わかる。わかる。あ、おいしい。なんだろうね。カップ焼きそばのおいしさって。絶対いけるしかしないよこれ。俺も絶対いけます。うまっ。まだまだ安定にうまいね、うん、美味しいね。1回目食べ終わりました。早っ。じゃあ第2回戦いきますか。完食回目。完食、イエー。全然余裕ですね。まだまだいけるよ、さすがに。なんかさ、うん、YouTube 企画やろうって言った時に大食いチャレンジもしたいっていうのに中にね、あったから。すごい憧れだよね、YouTube の大食い。 YouTube といったら大食いとかっていうのもあるもんね、そういうイメージ。すごい。だから今回楽しみにしてきたよね、今回。これもやりたかったからね。やりたかった、幸せだから今。じゃあヨシト君が新しいジャケットを買ったみたいな話をしてたんですけど、かわいいね、ヨシト。でしょ。自分で緑好きだからね。でなんか気づいたら全部緑になっちゃうんですよ。なんかね、昨日も言い合ってたんで、ね、買ってきて
俺はなんかいいんじゃないのって言ってたんだけど、ハヤトがそれダセーよ何それみたいな、めっちゃ言ってね。なんかさ、私服とか買ってくるとさ、そういうけなし合いみたいなのもあるしさ、なんかそれもまた面白いよ。なんか視聴者の皆さんにもなんかちょっと気づいた方いるかもしれないんですけど、あの3人でね、ちょっと意識してる部分があるよね。私服の系統を被らないようにみたいな。なんでどっちかといえばこうで意識したことない。どっちかといえばね、あやとはね、分かった。今日の服装のポイントをみんなで言ってこうよ。よしとから。いや、ポイント難しいな。でも自分あの色にこだわってて、うん、さっきも言ったんですけど、緑が大好きなので、こう緑のポイントがついているジャケットに別なグリーンのパンツを履いてるんですよね。ちょっと統一感出す的な。なるほどね、うん、次男はどうだ。次男の僕はすごいちょっと綺麗めな服装が好きで、例えばあのシャツとかだったり、そのこういうなんていうの、テーラージャケットだったりっていう、こういうシンプルなものが好きで、どっちかといえばこうポイントとか入ってないような無地だったりとかっていうのを、モノトーンとかが結構好きで、スラッとこなすのが好きです自分は。今回でもこれもテーラージャケットなんですけど、ちょっとシャカシャカ生地というか、でこのボタンがないんですよ、マグネット式で、はい、これがまたいいなと思って買いました。もうこだわってんね。そうなんですよ。じゃあ長男は赤が大好きなんで、赤のパーカーを着てます。今日はしかもね、これね、みんな知らないと思うけど、お父さんにもらったんだ。え、そうだった。今日自分実家に、2人が用があって帰ってきてて、自分も今日合流したんですけど、確かになんか新しい服増えてるなと思いました。ちゃっかりもらったんです。そういうことだったのね。なんかいつもだったらさ、そのお父さんからさ、服もらうとかってなるとさ、じゃんけん始まって喧嘩になるよね、ちょっと昔から。なんでもじゃんけんだもんね。そう。でもみんな気づいた？赤でしょ、緑でしょ、で間に挟まれてるの真っ白って感じでしょ。団子の色と一緒なんですよ。それ狙ってた、ちょっと。え、狙ってた。狙って、あのもう前々から計算して自分は緑を着てきました。三色団子じゃん。そう、マジ。俺たちは全く意識してなかったけど。だからここに横に棒をザーって出した。奇跡じゃん、奇跡。奇跡の団子。団子さん兄弟じゃん。今日完成したね。これからもじゃあこのカラーリングで攻めていきましょう。やってみますか。で、喋ってる間にめちゃくちゃ腹が。待って。見てください。どんくらい待ってますか。全然減ってないんですよ。半分、でも半分ぐらいは食ったか。半分は行ったけど、まだ底が見えないぞ、これ。じゃあどんどん食べていこう。チーン。いや、実際俺は余裕だ。目も伸びてくるね、これ。やっと底が見えてきた。あれなんですよ、時間かければかけるほど、あの麺が伸びてかさ増ししていくんで、ほんとスピード命やな、これ。顔死んでる。いただきます。美味しいね、焼きそばって、やっぱり。改めて、ね、うわなんかちょっと少なくね。ズルしてる、ズル。気にしすぎだって。よし、じゃあ食べていきましょう。第3回戦、いただきます。いただきます。ちょっとあの味の変化が欲しくて、味変していきたいので。味変したいです。味変したらいける。うん、ラー油で、ラー油いい、ラー油カレーパウダー、なんか焼きそばカレーが美味しそう、うん、で、ちょっとさっぱりしてる生生姜、うん、生姜とか食べやすくなりそうだけどね、うん、で、次七味唐辛子で、多分一番みんなやる人があの多いと思うんですけど、マヨネーズで、あとちょっと刺激欲しい人にタバスコ、はい、いっぱいあるよ。ちょっと味変していきたいと思います。僕はこのラー油で味変していきます。いいね、絶対ラー油美味しいよ。
あ、絶対美味しい。なんか分かるもん、美味しい。なんか分かんないけど次男の僕は、七味唐辛子マジで大好きなんですよ。だから何にでも大体こうかけて食べる。そばとかもそうだし、違う料理とかにも七味めっちゃぶっかけて食べるので、ちょっと俺これあったらいけると思う。ちょっと長男の感想聞いてみない？いただきます。これいくらでもいけるわめっちゃ脇からいい匂いするけどね。勝ちました。あら七味も かけすぎて、少しかけすぎた。七味唐辛子いきます。どうすか、どうですか。なんか味変したよっていうよりかは、なんか辛さ増しただけで、ちょっと刺激がきつくなっただけじゃあ俺はなんか意外とあんまり使う人いないのかな。カレーパウダーで味変していきたいと思います。うん、じゃあいいと思う。結構かけすぎてかけすぎました。言われてから気づいた。ちょっとだけの方がいいらしいですけど、まあ、よし、こういう方が好きだからいいじゃん、うん、ちょっと混ぜてカレー風にして。あら、じゃあいただきます。カレーってなんだ。これ美味しいわこれ超美味しいわ、マジ。やってみよう、次やろう、次やろう。大体これはめちゃくちゃある。三男が大体こう言ったら、他の二人ももう味の好みは一緒なんで、もううまいって決まってるんですよ。うまい確定です。よし、じゃあカレーやろう。よし、よし、まあ、え、これ一人一回食べたら終わりじゃない？あとちょっとになりました。よし、頑張るぞ。これあと一回ずつでいけるんじゃないか。みんな頑張ろう。よっしゃー、あと1回頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。よし、はい、見せて。じゃあまずなくなりました。とりあえずこれ食べきれば完食ということで、ラスト頑張っていきたいと思います。カレー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 、さっきの話聞いて。ジム、どうなの。いや、俺これやってみたかったんだよ。やってみた。生姜、うん、どうなの。お願いします。カレーパウダーなんてめっちゃいい匂いしちゃう。これ、ま、それマジで美味しい。なんか生姜めっちゃいい匂いする、うん、美味しいっしょ。カレーはマジでうまい。美味しいでしょ。これは三男が言うことは間違いない。生姜いただきます。生姜、美味しいわ。美味しい。なんで合うのか分かった。なんかさ、よく紅生姜とか乗ってるじゃないですか、あの焼きそばの。それと同じ感じで、普通のこのチューブの生姜でもめちゃくちゃ合います、これ。確かに、生姜もいいね、うん、なんかそんなこと言ったら生姜も入れたくなる。きつい、うん、なんか本当に紅生姜乗せたみたいな味になりますね。すごい。このラストがいけない気持ちわかる。わかる、めっちゃわかる。めちゃくちゃ無言になってきました。苦しくなってきたな。口数減ってきたぞ。お、長男が。長男が食べ終わった、すごい。おざます。やっぱここはね、長男の意地を。違う、長男の意地とかじゃないですさっきこうチョンボしようとして、多分、ね、何回も多分ちょっとチョンボしてるんじゃないですか。うるせえ多分それが理由です。そうだよね、なんかね、食べ終わったけどね、おめでとうって言ってあげれないわ。ちょっとチョンボしてたから。認めろよ、お兄ちゃんおっそ、完食しました。拍手。でも食べきった。あとは次男だけ。なんでだろう、箸持てよ。箸持てよ。まずい、ね、そう、置く行為がダメでしょ。皆さん思ってるでしょ、これレベル食べれないとか。このちょっとがきついんすよ、最後。
閉じるかこの企画最後じゃあ頑張っていきたいと思います。頑張れ頑張れ、よしとも応援して、頑張れ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 、あとちょっとあとちょっと、はい、完食しました。よっしゃやったぞってことで、はい、なんとほら、ちゃんと見せて、3人で見せよう、これ、はい、よし、せーの、完食しましたイエイイエイ、なんとかギリギリいけたぞ、グラグラですけど、はいはい、はい、ではどうだったっすか皆さん、どうでしたか皆さん、正直きついっすやっぱね、なんか大食い企画してみたいって言ってたけど、やっぱり大食い企画舐めてたわ、ちょっと舐めてたわ、そう思ってるんだ、俺意外と余裕です。出たよ、さすが。あのまあちょっとね、味変質もちょっとなんかきついなって若干思ったけど、若干で、うん、なんかまだもう一つ食べろって言われても全然いけるぐらい、さすがですねまあね、ペタマックスじゃなくてだけじゃなくて、いろいろな大食い企画挑戦していきたいなと思いますね、うん、そうですよね、やっていきたい、よしとに勝つということで、まだまだたくさん、ね、やっていきたい企画っていうのはあるので、皆さんぜひ楽しみにしてください。楽しみにしててください、楽しみにしてください。この動画を見ていいなと思ってくれた人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。せーの、佐藤三兄弟でした。バイバーイ。